はい、どうも。羽島清志郎のね、おしゃべり真夜中お一人様。さっき言いたいと思いついたんだけど忘れちゃった。髪の毛切んなきゃ。うわ、地肌、キモ。あー、地肌めっちゃキモかった。さっきツイキャスやったんだけど、やっぱ羽島おしゃべりエンジンがね、やっぱ温まんなくて、俺あんま言いたくないんですけど、そのね、途中からそのね、クレゲン坂東さんがね、始まるから、やろうって言って、みたいな感じで来てくれたんですけど、それでね、まあ来てくれたはいいものの、その日はちょっとね、まあ今日、まあその日というか、まあもうね、ちょっとね、あれなんですけど、日付変更線をね、ちょっと落ちちゃったんで、日付が変わっちゃったんですけど、ポキッとね、落ちちゃったんで、今ちょうど変わってるところなんですけど、なんでしょうかね、まあ、愚痴を言うわけじゃないんですよ、別に。あ、俺こういうのもあるんだっていう気づきを得たっていうか、まあ、人がいっぱい来たんだけど、俺今日のんびり喋りたい日だったんですよ、たまたま。のんびりね、暇つぶそうかなとかね、思った日にいっぱい来ちゃって、おお、いっぱい来てるって、いろいろやんなきゃ。いや、コラボキャスやるかって言って、なんか俺のツイキャスコラボキャストできなくてね。コラボキャストできなくて、で、みんな人が行っちゃってさ、やっぱまたクレゲン坂東さんが行っちゃって、それで俺ちょっとしょんぼりしちゃってさ、人いなくなっちゃったってなって、しょんぼりしちゃったわけですよ。まあ、そういうしょんぼりあるんだなって思って。でも、まあね、それでね、やめてほしいなとは思わないんですけど、なんでまた始めちゃうのとは思っちゃったけど、まあでもその時はのんびり喋りたい日だったからいいかな、別に。まあツイキャスはやっぱ楽しいんですよ。面白い人がいっぱい来てくれるから。でもね、なんだろうな。まあそれでね、やっぱ俺のなんか、喋ってる時の苛立ちってものをやっぱ気づいて、声が全然大きな声出せないんですよ。夜だから。今、真夜中。今の時間帯で言うと逆ザワンなんでね。逆ザワンってね。超わかりづらいですけど、まあね。真夜中の12時過ぎてね。ところですけど、本当に夜は大きな声出せないじゃないですか。だからね、やっぱ大きな声出して喋りたいけど、大きな声出して喋れればいいんですけどね、喋れないんですよ、夜だから。親がいるしね、そもそも。防音室欲しいね。でも防音室200万円ですよ。どうやって200万円貯めればいいんだって話で。ちょっと配信環境とかも整えたいけどね、はっきり言って。でも金がねえんだよ。いや、なんでカメラ映んないとこでお金のマークするんだね。金がないんだよ。ちょっと首振ったら、なんか手のここら辺でね、なんかポーズしてると思ってくださいって。ふざけんなよ。ね、永遠にその真実にたどり着けない墓の中身は何だろうな、じゃないんだから、俺がやってんの。一生みんな俺が何やってるか分かんないし、俺が記憶、俺がそれを何を出したか忘れてたら、みんな誰も分からないことになっちゃうし、真実にたどり着けないって、ジョジョ見たの影響されすぎだよね。真実じゃないですよ。もしみんながね、俺がここでやっている指の形が何っていうのを、それが真実って言うのよ。な、別に事実だろ、どっちかって言うと。そんな真実ってかっこいいもんじゃねえだろ。俺がさ、みんなに見えないところでお金のマークしてた。お金のマークちょっと違くない？なんかちょっと指3本なんなかったっけ？うざ。うぜえんだよな。もうこうでいいだろ。ピーンってなってるんですけどね。6ですからね。全然違った。ね、あんまり言いたくないですけど、釈迦ですってやつですね。俗に言うね。ほんと言いたくなかった。でも俺そういうそのインターネットミームみたいなもの嫌いなんですよ。なんか最近嫌いすぎってね、ツイッターでバズってるツイートを、ちょっとバズってるキモいツイートちょっと一個だけ見つけるか。まあこういう時見つかんないけど、まあ久しぶりにね、ツイッターを一瞬見て終わろうかなと思います。かゆいな。アマナジャクとかじゃなくて、なんか、バズアレルギーっていうか、そのバズりアレルギーみたいのは来てるよね。かゆっ。めっちゃかゆいな。ああ、なんか、超キモいって言い方はひどいけどさ、トレンド全部キモいよな、やっぱ。
ブライアンさんバズってる。まあなんかお気持ちっていうか、なんかお気持ち表明っていうのもなんか違えんだけどさ、いいや、もうみんなやめよう。ツイッターちょっとイライラしてきた、ツイッター見てると。うん、体かゆすぎるな、どうしよう。いやー、耳がグワンってなった。え、ずっとグワンってしてる、うざうざい。今ないけど、さっきやる気くん、やる気さん、やる気くんさんっていうか、やめよう、ほんとに。マジ腹立つな。腹立ってきた。俺もう全てに怒ってるんですよ。嘘です。いや、イライラしやすいだけですよ。全てに怒ってるわけないじゃないですか。まあ、やる気くんさんに急にキレられてね。キレられた時お母さんの飯がまずいって話してたのにさ。急にキレられてもさ、なんかね、俺は急にキレられたらマジでキレられると思ってるからキレ返したけど、全然触れてなくて、おい触れろよって思っちゃった。俺がちょっとさ、ね、滑稽にキレたこと、オーバーにキレたこと、触れろよってちょっと思ったけど、本当はそういうね、友達がどんどんいなくなるようなスタイルでやりたいんだよ。お前なんで俺なんだなんだなんだみたいな感じでやっていきたいんだけど、やっぱさ、人が離れてくって悲しすぎるじゃん。だからやんないよね。だって別にさ、なんか YouTube の生放送で前やったけどさ、なんかクソつまんないもんでしてさ、まあ、ブレイブさんね、つまんないなって思ってツイキャス行ったけどさ、しょうがないから。それでね、もしブレイブさんに、お前クソつまんねえな、クソがよって。なあ、とにかく、なんでもいいから全部やり直せよ、みたいなね、ことを言うのはよくないじゃん。うん、ユーモア審査員になっちゃってるんだけどさ。だからもう俺一人で話すしかないんだよね、やっぱり。誰も俺にね、追いついてこれない。悲しいね。ね。ね。すごいカッコつけてる人じゃん。うん。いや、カッコつけてるわけじゃないけど、でも本当に誰も俺に追いついてきてくれないんだよ。YouTube でやっぱり一番面白いのはやっぱ俺だから。うん。残念。やっぱり俺が一番面白いし、もっと声をね、大きく、大きな声出す時間だったらもっと面白いからさ。ねえ、やっぱ俺が一番面白いんだよ。本当に。俺が一番面白いの。ねえ、なんなんだろうな。まあいいけど、別にね、面白いっていうのはいいんだけどさ、俺が一番面白いのって、のなんてやってないし。それ自分で自分を誇張してんの面白いね。普通さ、人をさ、人が何かやってるのを誇張してモノマネしたりするのに、自分がね、今さっきやったことを、なんかちょっと、おちょくって真似する人って、ね、おちょくって真似する人を自分がやったことをおちょくって真似するって何って思っちゃうよね。で、普通さ、他人がやったことにおちょくりながら真似はする。真似ちょくりみたいなことするわけじゃん。なんで自分がさっき言ったものに対しておちょくった感じで真似るんだろうね。やばいよね。別人格じゃん。普通自分のことをおちょくって真似することってなくない？自分の言った言動をおちょくった感じで真似することはないじゃん。で、自分はもう自分ではないんだろうな、もう。自分と自分がなんか何個かあるんだろうね。怖っ。いや、でもあると思いますよ。やっぱりツッコミの人格とボケの人格とか、いじりの人格とかあるんで。だってさ、俺の好きな感じで突っ込んでくれたりボケたりしてくれる人って俺しかいないんですよ。悲しいよ、本当に。成瀬さんもね、悪い言い方するけどさ、あの人なんか無視、まあ確かに俺がね、クソみたいなボケ連発するのもいけないけどさ、もうさ、ちょっとよくわかんないですねとかで返すようになっちゃってさ、やめてくれって思っちゃった。それでちょっと俺悲しくてもう見んのやめたけどさ。ずっとそうだったけど、まあ、ちょっとなんか人気出始めてからね、そういや、こいつと同じ世界にはいたくないなと思われたんだよね。それは悲しいな。もう本当に成瀬にね、夢を見せれてあげれなくてね、ごめんとか言おうと思ったけど、なんで俺が謝んなきゃいけないんだよ。
でもよかったよな、成瀬は人気になれて。俺はどこか嫉妬してるところはあるのかな。 あ、でも別に嫉妬してないですよ。俺がこの感じの芸風で人気になってざまみやがれみたいなこと言いたいんですけど、別にね、それが嫉妬っていうのが分かんないですけど、お前は自分の面白さを捨てて人気になったけど、俺は自分の面白さを貫いて人気になったぜみたいなことやりたいけど、そんなことはできないじゃん、やっぱり。いや、自分で否定したら誰も絶対にできなくなっちゃうけどさ、もう今日もコメントが多くてさ、いやでも本当コラボキャスしたいよ。でもキャスがさ対応できねえんで、多分ぶっ壊れてんで俺。コラボキャスがスマホ以外でできなくなって、でとうとうスマホでもできなくなったと思ったら、そのクレイジーケンバンドさんのキャスに、なんか禁煙席さんがずっと喋ってて、そのなんかクレイジーケンバンドさんの他のアカウント、別アカで、まあ、キャスやってて、これもクレディかと思ったら、クレケンかと思ったらね、クレドゥかと思ったらね、クレドゥね、クレドゥかと思ったら、禁煙席さんじゃんと思ったら、単純にクレドゥがね、親と話してて退出してたらしくて、で禁煙席さんがもがいてたんですよ。いやもう話題ないってつって、俺がね、じゃあコラボしますかじゃないけど、もういって言ってね、本当にコラボ来てくださいよって思ってね、コラボずっと承認してたけど、あれ禁煙席さん承認してくれないなって思ったら、クレドゥさんが承認してもらえないと上がれないやつだから、俺はずっとやってて、なんか禁煙席さん上げといて、上げてくれとか言ってんのに、なんでこの人上げないんだろう。多分なんか他のツイートとか見ながらやってるんだろうなとか思って、俺はそういう遊びをしてたよ。ずっと承認してね、接続が切れましたって。だけど、そもそもクレドゥさんがさ、すぐ帰ってこないとダメだったっていうね。いや、まあ、誰か悪いとこじゃないけどさ。でも俺は、でも本当はコラボしたくなかった。なんでかっていうと緊張しちゃうんですよ、コラボすると。俺の持ち味が完全に殺されるんで、なんか俺持ち味出なさすぎなんですよ。俺のこの閉鎖された空間で、で喋っていい時間帯で親がいない一人なんで、なんかすごいなんか局所的な念能力っていうか、条件つけすぎた念能力みたいになってるんですよ。確かにね、一人の空間で昼間に、親がいない状況で、家でね、やったら発動する超最強のね、個室だけで使える最強の念能力みたいになってるんですよ。だから俺はその自分としての持ち味がないんですよ。だから俺ではネットの人格なんですよ。ネットの人格ばっかり強くなっていくの悲しいね。なんか大事なそのリアルでの人格はさ、弱まっていくばかりなのにさ、ネットの人格、ネットメンタルばっかり強くなっていくよね。でもそれでもいいか、別に。でもなんか弱いとこをさらけ出さないとなんか楽しくないんだよね、別に。でもさ、よくよく考えたらさ、俺のダサいとこなんだろうって思ったけど、やっぱり出さなくてよくねって思ったんです。無理してやってるよう、無理してやってる瞬間もあるよ。無理して自分のダサさをね、ダサいところを押し殺してる。やっぱり人間ダサいところってあるから、それを自分の得意なかっこいいこと、かっこよくできることとか、かわいいこととかで包み隠すっていうより、いやみんなこっち、そんなとこみんな俺のいいとこ見ろみたいなね、それくらい大きくすりゃいいんだけどさ、やっぱり人間ダサいところはあるんで、それしょうがない。それってダサいよなとか言ってもあるんだよ。人間にはダサいところっていうのは少なからずあって、しょうがないっていうのは俺の最近の気づき。やっぱ俺もダサいところを隠して、ダサいところを隠して、俺が俺はね、俺がもうこれからずっと面白いやつでやってったら絶対かっこいいんですよ。かっこいいけど、みんな絶対かっこいいとは思わないんですよ。なんでかって、だって面白いことしてるから、面白いことしてくれるから、みんな俺のことをかっこいいとは思わないけど、俺の中で俺の心のどこかで、たまにね、そう、ずっとおしゃべり、面白いおしゃべりをずっと続けてたら、俺かっこいいなって思う瞬間がたまに一瞬だけあると思うんですよ。そういうかっこよさを目指してるっていうか。ていうか、俺ができるかっこよさってそれだけなんですよ。なんでみんな楽器やりたかったり、
ピアノやりたかったりっていう、なんかそういうの、ゲーム上手くなりたかったりとかするのかって、かっこよくなりたいからです。ゲーム上手いやつかっこいいし、ギター弾けるやつかっこいい、ハーモニカ吹けるやつかっこいいし、歌うまいやつかっこいいしっていう、そのかっこよさに基づいて動いてるところっていうのは大きいします。すごい、何か自分を大きく見せようとするためなんですよ。大きくってこう大きくなりたいんですよ、みんな。だから俺はそういうことするけど、でも本当にギター弾いててかっこいい人って、あの人たちギター好きだったりするじゃん。そもそも好きじゃないこと、かっこよさを、相当なかっこよさっていうのを、異常なね、病的な執着がないと、やっぱギターとかそういうの、好きでもないものは続けられないんですよ。だから俺ギターやめたけど、超腹立つんだけどさ、俺はギター早くどけたいんですよ。なのにお母さんに、なんかどけるなって言われてね、なんでやって思って。超腹立った。本当にクソギターなんですよ。初心者セットのギターなんですよ。クソギターって呼んだっていいじゃん、別に。腹立つな。超腹立ってきた。多分、なんか、本体価格1000円もしないようなギターだと俺は思ってるんで。かっこよくなりたいからギター弾くけど、別にギター好きじゃないからかっこよくはなれないんだよ。っていうのが俺の、まあでもかっこよくなりたいからっていうか、演奏したいなっていうのもあるんだろうな、別に。かっこよくなりたいから弾いてるってことはないんだろうね。いや、あるよ。それでみんな否定するかもしれないけど、なるべくかっこいいものになりたいね、俺は。夏フェスタマリネさんは可愛いものになりたいとは言うけど、まあ、可愛さもあってもいいけど、俺はかっこよくなりたいんですよ。でもそれは容姿とかじゃないんですよ、別に。魂の問題なんですよ、そのかっこよさっていうのは。でも、俺はどうしようもないくらいかっこいい人間にはなれないけど、まあ、楽しくやらせてもらおうかなって、最近。やっぱかっこよくなろうとするのっていうのは大変だから、俺も好きなこと言ってるかっこよくなるだろうっていう適当な理論で、今好きなね、おしゃべりをやってますけどね、やっぱおしゃべり楽しすぎる。俺ずっと脳みそで喋ってるんですよ。あれなんかその変人アピールじゃなくて、やっぱ喋るの好きすぎるんですよ。でも喋るときってさ、ずっと喋ってると口が乾くし、ここさ、口を動かすのにも俺そのね、頬のね、頬肉がね、分厚くて重いから、喋るの大変だしね。で、あとさ、脳みその中で喋ると、自分が出せる最高の状態をずっと喋れるわけよ。最高な感じで喋れんの。その夜とか関係ないから黙ってさ。こうやってるとさ、俺の脳みそで最高の雑談が今できてた。雑談が始まろうとしてたわけ。でもなんでやんないかって、誰にも伝わんないんだよ。それじゃ金稼げねえんだよ。これ。YouTube で面白人間として金を稼いでいきたいけど、それは超むずいと思う。なんかちょっとなんかね、運がね、俺は多分そこそこ運はいい方なんで、運よくなんかなんないかなとか思ってるんですけど、まあそのなんかむずいよね。でも、俺が見たいものを作るっていうかさ、っていうのは大事なんだけど、俺が見たいもの全然作れてないんだよ、よくよく考えたら。でも楽しいんだよね、別に。もし俺が羽島恭四郎じゃなかったら、俺は俺の動画を見てると思う、多分ね。でも俺が羽島恭四郎だから、羽島恭四郎の動画は見ない。なんでかって、喋ってる方が楽しいから。まあクオリティが低いのかって言われたらそうなのかもしれないけど、なんか俺の中ではね、あと、なんだろうな、俺は動画見るときは娯楽で見に来てんのよ。楽しいとか、面白いな、ふ って、面白とか、ニコってしたいから俺動画見るのに、俺は自分の動画見るとやっぱすごい反省点が出るわけよ。やっぱ向上心、やっぱもっともっと面白くなりたいし、もっともっとね、いい方向に向かいたいから、自分の動画見るとやっぱ反省、ここもうちょっとこうした方がいいなとか、そういうのばっかりになっちゃうんですよ。今のボケ寒いなとか、そういうのやめようと。俺がマジで、みんなにまだ見せてない動画で、マリオメーカーのその冒頭挨拶で、ピナトですっていうね、どうも、よそろピナトですって言った、一悶着っていうかね、一ボケ。俺マジでこの絵でね、2019年の大事件っていうかね、本当にあり、俺マジでマリオメーカーの初実況のくせになんかピナトのね、挨拶やっちゃって、最悪だなって思っちゃって。終わったって思っちゃって。
二度とそういうボケするのやめよう。人の挨拶パクるボケするのやめようと思ったし、挨拶の中でも相当ね、ランクの低い、ランク、なんだろうな、ランクが低いわけじゃないんだよ、別に挨拶は。やばい、ね。毒が強い、毒の塊みたいな挨拶するのやめようっていうのはあるね。まあ、ブンブンハロー YouTube も毒の塊だけどさ、というかさ、挨拶を作ろうとするのはおかしいじゃん、別に。これははいどうも、はじま巨匠ですっていうのはなんか、なんだろうな、別に作ってるわけじゃない。作ってるけど作ってるわけじゃない。自然と、ああ、どうも、はじま巨匠です。それを言わない時もあるしさ。でも俺はなんだよな、めんどくさいやつなんだよ。だからめんどくさいおしゃべり。めんどくさくて面白い。めんどくさくてひねくれてて、なのにめちゃくちゃ面白くてめっちゃ喋るやつとして俺生きていこうかなと思います。やっぱりね、めんどくさくなりてんだよ。めんどくせえやつになりてんだよ。いや、めんどくせえやつにはなりたくないんだけど、俺の喋りの性質上的にめっちゃめんどくさいじゃん、こいつ。いちいちそこずっと喋るみたいな。そういうキモいんですよ、俺はね。自分でキモいって言って。メンタルが、メンタルダメージ。20、22。22のダメージを受けた。結構、ほんと22。ちょうど22。嘘。いや、でも、数字で一番近いの何って言われたら22だな、別に。でも、俺のヒットポイントは無限ですけど。でも、痛みはめちゃくちゃ感じやすいっていうね。強いくせに弱いっていうね。やっぱ自分に言われるのがやっぱ一番傷つくな。他のやつに言われてもやっぱ俺はその瞬間俺アーロンになるんで、下等種族がようって思うんで、俺人にディスられた瞬間そいつのことをしっかりと見下すんで、俺に非があろうと関係ないんで、そいつを格下でもないです。無よりも、あんまこれ言いたくないんですけど、そいつは無よりも無、もう完全な無に近いっていうか、ゼロ中のゼロとして見ないんですよ。として認識もできない。だからゼロ中のゼロだから、それでクソだと思ってるんで。いやだ、だから俺ツイッター最近見ないの。ツイッター、やっぱツイッターってクソじゃん。ツイッター、でもツイッターやめたやつが勝ちだよってツイートしてる人定期的に見るよ。それも俺あんま好きじゃないし。ツイッター俺あんま好きじゃないよな、やっぱ。あと松本人志さん本当ひどいよね。あれマジでさ、後輩芸人たち不安よな、松本動きますっていうそのさ、ツイートしちゃってみんなそれ使うじゃん。まあ別にネタついてるあの人がね、まあ面白きゃいいけど、みんなそういうカスみたいなさ、構文使ってツイートするじゃん。構文っていうか、まあネタついたらな、俺はまだいいよ。いや、ネタついてるだからいいわけじゃないけど、面白かったら別にいい。でもね、そのちょっとみんなが知ってることをもじって、ね、簡単な問題は不安よな、天秤動きますみたいなこと言って、みんな知ってる天秤みたいなもん出してきて、数字を稼ごうとしてる魂胆が見え見えの、まあ、魂胆っていうか、ちょっと数字もね、あわよくば稼ごうとしてるようなツイートを見るとすごいムカムカするんですよ。数字を稼ごうっていう、そのなんだろうな、承認欲求を手軽に埋めようとしてるやつのツイートを見ると、俺はめちゃくちゃ腹が立つんですよ。俺ツイッター大嫌いなんですよ。っていうか、バズってるツイートってさ、まあネタついたら、まあ俺はよくね、最近言うトゥルーネタツイッターっていうね、真のネタツイッター。でもただのネタツイッターじゃないですよ。ザゴみたいなね、オタクがやってるようなネタツイッターじゃないですよ。まあ、確かに、〇〇マル秘、アイドル〇秘情報なんとかとかね、それは面白いですけどね。もう、絶対オタクじゃんっていうやつの、つまんねえやつらネタツイッターじゃないです。まあ、そいつらネタツイッターですけど。俺の思うトゥルーネタツイッターさんたちがね、面白いことをやってくれればいいんですけど。でも、俺もネタツイ、楽しいかなって思ってやっぱ、構文使うばっかでさ、あんま良くないよね。エレファントバシバシとかさ。ビシバシっていうのはさ、それもあれ超感じ悪かったんだよな、俺。あれでちょっと俺は暴言を吐く光雄さんにちょっと嫌われたと思う。あれでね、ちょっと無言でリツイートしてね。あれはすごい感じ悪いやつだと思うな。
で無言でリツイートして圧をかけてくる分かりづらいボケということでちょっと許してもらえないかな、暴言を吐く光雄さんには。そういうね、何でもボケにして許そうっていうね、マジで人殺しちゃうボケみたいな、ふざけんなよ、ボケじゃねえから、それはただの殺人だから、そこはやっぱわきまえなきゃね。あと滑舌悪いんですよ。なんでかって、声を小さく喋ると滑舌がね悪くなる、明らかに。あと、かゆい体が。あと、多分首の後ろをね、かさぶたコリコリ、やりすぎて、多分ビチーンって死ぬから、俺多分。なんか神経に指がコリってやったで、うううううとんでもない痛みが走って死ぬと思うんですよ。マジ腹立つな。変な音してるって思って。って思ったら、なんか、枕の、なんか洗っていいか洗って良くないかっていう表示の素材のが擦れる音でした。 こういうとこね、いちいち言うっていう。やばいやつでしょ。やばいやつになりたいんですよ。なってるよ、もう十分。やっぱ髪の毛切んねんけど、もう2ヶ月切ってね、髪の毛。やる気出ねえんだよ。どうしようかな。でもお母さんね、最近気づいてやっぱ料理下手なんですよ。やっぱ下手だね。でもうまいけどね。下手だけど。うまって思いますけど。下手だけど全然美味しいんですよ。なんかソーセージの中が全然火通ってなかったりするとかあるんで、火は通ってんだけど、あとちょっとってことが多いんですよ、お母さん。でもうまいしね。楽なんで、俺作んなくていいんで。いいですよ。だからお母さんに作ってもらうし。お母さんにしか作れないものってないか。お母さんにしか作れないものは別にないな。とんかつくらいか。うまいんですよ、うちのとんかつ。うちのとんかつは美味しいよ。本当にうまい。やっぱなんかね、塩コショウ入れてるだけなんですよ。塩コショウ多めに振ってるだけなのにクソうまいんですよ、うちのとんかつ。やっぱりね、全然なんか、店で食ったのよりうめえんだよ、うちのとんかつは。唐揚げクソまじいけど。唐揚げめちゃくちゃうまい時期やったけど、なんかお母さんがさ、唐揚げ急に下手になっちゃってさ、めっちゃまずいけど。めちゃくちゃなんですよ。なんでつけないのって。つけないですぐ作っちゃったとか言うじゃん。言っちゃうんですよ。急になんか、唐揚げって結構何時間かつけなきゃ、大丈夫大丈夫とか言って、全然味染みてないし、ふざけんなよってなっちゃいますけど。それを結構繰り返すね。なんで同じ過ちをちょっと学ぼうよって、そのね、感じはありますけど。まあでもね、お母さんが作ってくれるんで、ね、美味しいですけど、美味しい美味しいって言って食べますけど、俺は。美味しいんでね。うまいよ、お母さんのご飯は。でもなんか前食っただし巻き、多分でもね、それでさ、いや、お母さん、思ったよりそのね、なんだっけな、春雨さんだっけな、春雨さんの ASMR 動画で、うわ、おにぎりだし巻き卵ソーセージの3点セット、うまそうって。セット、うまそう、うまそそうみたいな感じ言ってなかった？まあ多分言ってないでしょう。前半は多分言ってたけどさ、うまそうだなって思って、じゃあお母さんに作ってもらおうって。でもっと言うと全然美味しくなくて、いや、美味しかったけど、なんだろうな、単純にね、美味しくないわけじゃない、熱いんだよ。食物っていうか、おかずの熱、熱いものをまずいものだと俺思ってるから、程よくあったかいものが食いたかったのに、超熱い、がっつけねえじゃん、腹立つな、この熱さと思いながら食ってて。で、お母さんね、なんか冷凍の肉ですよ、冷凍カルビの肉出てきてね、それ前食った時はうまかったんですけど、だし巻き卵とソーセージを食った後にそいつ食ったらクソまずくて、なんじゃこいつって思うくらいまずくてびっくりした、俺はね。あ、じゃあだし巻き卵とソーセージうまかったんだなって思いました。そういう幸せの気づき方ってあるんだって思っちゃいました。肉のくせにまずいんだよ。だし巻き卵とウインナーに負けてるからね。やっぱお母さん料理下手なんで、俺が作んなきゃいけない。でも俺、だし巻き卵の作り方わかんないんだよ。配分ね。だし巻き卵は別に食いたくはないんだけど、甘い砂糖ね。あれ、砂糖だけなのかな。
でも、出汁もちょっと入れた方がいいってお母さんは言ってるから。でもね、ガチャガチャ卵、ガチャガチャってね、まあね、スクランブルエッグ、まあガチャガチャですよ。ガチャガチャ卵美味しいんでね、お母さんがおじいちゃんの、おじいちゃん直伝のお母さんのガチャガチャ卵、うめえんだよ、あれめちゃくちゃ。あの味のガチャガチャ卵が食いてんだよ。スーパーで卵焼き買ってきててさ、食ったけど、まあ出来たての時そんな美味しくなかったっけ。やっぱお母さんの作る、やっぱガチャガチャ味、ガチャガチャ、じいちゃん秘伝味、だし巻き卵が、巻き卵がうめえなと思いました。あと俺、おせちあんま食わねえんだよな。超すごい話の切り替わり方でさ、巻き卵といえばさ、おせちじゃん。俺、おせち全然食わねえんだよ。最近、正月といったらなんか、お重ケンタッキーしか、思い出ないけど、お重ケンタッキー最高だよ。はっきり言って。いや、正月食べすぎんな。お重ケンタッキー。おもろ。お重ケンタッキー。いや、全然面白くねえよ。お重って、お重は面白い。お重が面白いから、お重ケンタッキーも面白くなっちゃってる。お重、お重、キモ。全然キモくないけど、ね、やばい。キモいってのは世論なわけ。俺は全然その、お重って言ってるかも結構面白いだよね。それ、この手なんだよとかって。おもろこいつって俺は思ってますよ。で、みんななんか口キュンって言ってキモいと思ってるけど、ね、俺は1ミリも思ってない。今ここの、って言ったからね、ほんとね、全面戦争じゃって言いたかったんですけど、そんなに物騒な言葉はね、使っちゃいけない。だからね、で、対応しました。ああ、お腹すいた。ジュース飲もうかな。俺のお母さんがさ、最近ね、お母さんがたまたま買ってきてくれたそのレモン風味の炭酸水がうめえから、いや、これすごい美味しいって言ったら炭酸水買ってきてくれてたんですよ。同じやつの2本ね。嬉しいなーって思って。あ、じゃあ、なんかもう1個、ウィルキンソンのもあるって思って、ウィルキンソンなんかのね、なんかの柑橘系の風味で、うわ、うまそうだな、飲もうって思って、風呂入る直前に飲もうと思ったんですけど、いや、明らかになんか見たら、あ、飲むのやめるかってなったね。グレープフルーツ味だったんですよ。俺、グレープフルーツ味無理で、単純にそんな美味しくないからっていう。うわ、多分お母さんレモンと間違えたんだと思って、おもろって思っちゃって。あと最近めちゃくちゃ酸っぱい三ツ矢サイダー飲んだんですけど、たまたまなんかその鼻とその口のね、狭間、いや、真ん中、いや、ちょうど真ん中、いや、の間らへんのところにね、詰まっちゃって、すごい嫌な思いした。そのめちゃくちゃそのさ、鼻に炭酸が入ったくらいの衝撃じゃないわけよ、別に。いや、口のなんかちょっとね、口と鼻の真ん中で、どちらかというと口寄りの方に入って、ただただちょっと深いっていう経験をしましたね。それでもうあれ飲むのやめようって思いました。超嫌だった。めちゃくちゃ痛いわけじゃないの、別に。ただただ結構そこそこのね、多分まあ4分間くらい、ずっと、うわー、あいついるわーっていうのがずっと続いたのが嫌なのって思いました。トーク下手だな。でも別にトークする気ないからな、雑談だから。 超言い訳。 かゆいな、超かゆい。いや、雑談楽しいな。やっぱもっと大きな声出せればもっと楽しいけどさ、小さい声だとその発散できてるのかできてないのか分かんねえんだよな。今日はこんくらいにしよっか。楽しかったな。終わりみたいな。もう全部終わっちゃうじゃん。え、全部終わっちゃうの？全部終わりません。この動画がね、終わるだけです。やっぱ一人で喋るの楽しいけど、みんな見てくれないんだもん。みんなクソだから。 みんなのせいにする、そうやって。見やすくはないからな、俺の動画は。見やすくないといけないのかな。嫌だな、見やすくしたくないな。それは全部含めて俺の動画のはずなのに、なんで俺の動画に見やすさを求めるんだろう。まあ、そんなことしないから俺、あのね、
再生回数がね、アベレージ0とか1なんですけど、チャンネル登録者200人いるのに全然見ないっていう。まあいいか。お腹空いたけど別に何も食べない。あざした。体かい、あ、いててててあ、来たな。